一丁手がいずれ。獲物も取り戻したし、よし、準備完了だ。一刻も早く、毛利の屋敷を抜け出すぞ。檻から鹿が逃げ出したか。皆、奴を野に放ってはならぬぞ。おい、貴様、ここで何をしている？早速見つかった。さっさと倒して、出口を探そう。あの奥座敷、なんか怪しいな。エモン、こんやろめ。狙い通り参った。みんな、襖を閉めよう。くそ、閉じ込められたか。奴らを倒して脱出しよう。鹿之助が策を実行に移したようだ。俺も続かねばな。穴子の逃がすか。今すぐ引っ捕らえろ。みんなも脱出を始めたみたいだ。俺も手助けに行かないと。開門。ここからは出られないみたいだな。他の脱出口を探さないと。鹿の捕獲は未だならずか。月砲がやばいと。参るか。身の程知らずね。武功一ついただきだ。耐えきれん。聞かせてもらう。かたじかない。これよりは共に参ろうぞ。みんなで生きてここを抜けよう。よし、やるぞ。開門。中庭の防備は特に厚い。正面突破は困難だろう。けたぞ、山中鹿之助。やつを捕らえる。中庭の兵をこちらによこせ。とっておきようか。うえ、火星を呼ばれたか。ちょうどいい。この機会に敵の戦力を削っておこう。開門。敵将、オイラが討ち取った。かなう相手ではなかったか。とっておきを食らっとった。よし、これで少しは動きやすくなったかな。開門。北方に敵の気配を感じる。倒しとかないと脱出の邪魔になるかもな。高君、後の指揮はお主に託そう。わしは一度引く。わかりました、父上。この高影に万事お任せください。狙い通り、中庭の敵数が減ったな。これなら突破もわけないかも。無意味な抵抗はやめなよ。私が檻へと送り返してやる。
よし、どうだ。何としても中庭の突破を防ぐんだ。屋敷から援軍を呼べ。手柄はもらった。敵将、オイラが討ち取った。意地は見せたわ。もうよかろう。意地は見せたわ。もうよかろう。敵将、オイラが討ち取った。ここは引こうかあるまい。ここは引こうかあるまい。これ式で終わると思うなよ。よし、今のうちに中庭を突破するぞ。開門。来たか弓兵よ。やつを穴ぼこだらけにしちまいな。すごい矢の雨だ。俺は諦めない。とにかく敵を倒して回廊を抜ける。さて、次の手はどうするかな。そこか。開門。貴様、おとなしく縄目にかからぬか。鹿之助と共にこの地を抜けるまでは決して屈しはせぬ。を連れて行かれてたまるか。今助けるぞ。お前の勇気にわしらは奮い立たされた。感謝しておるぞ。ああ大変だ。このままじゃ捕まっちまう。そこか。今西の方から声が聞こえたような。こうも簡単に引っかかるとはな。山中鹿之助、貴様はここで終わりだ。偽物だと。奴らめ、どこまで卑怯なんだ。勝利なら吸ってください。こんなもんだな。オイラこそ天下無双の秀吉様でい。あなたの気質を熟知したおじい様に打てぬ策などないのです。俺の動きは全部読まれてるってわけか。つくづく油断ならないじいさんだな。今は引きます。ですが次こそは必ず。おお、助かったぞ。私も共に戦わせてくれ。開門。出口まではきっとあと少しだ。さあ行くぞ。よっ。
くなる上はお命ちょうだい。そうやすやすと逃がすものか。私たちもオリオ甘く見るなよ。やっちまうぞ。と手柄はもらった。そりゃあ敵もなりふり構わずやってきたか。みんなここが踏ん張りどころだ。目障りなんだよ。お前も雨雲も毛利の繁栄のため一刻も早く消えてくれ。てめえ俺の本気を食らいたいようだな。私だってあなたを倒せるんですからね。父上力及ばず申し訳ありません。開門。ここから抜けて。甘いわ。逃がしはせぬぞ、司会。出たな、じいさん。いい機会だ。ここであんたを倒して、アマゴ最高を早めてやるよ。勝利条件変更。物分かりの悪い仕組みが内に秘めしきはわし自ら砕いてくれるわ。旅衆を引き連れ逃げ合わせる魂胆か。存外受け目ないよ。お主がどれほど奔走しようともはや雨子は起こせない。黙れ。そんなざれ言を信じるものか。毛利を倒して必ず雨子を再興する。つくづく強情な鹿よの。だがこれで一つ明らかになった。お主の執念は正しく毛利の脅威たりえる。次こそ必ずや勝ってみせよ。くそ、取り逃したか。ああいい、今はここを抜けるのが先だ。